皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。アリスです。本日は KR ドイツの続き、ブラックマンデーの影響がさらにヤバくなり、3月末になってようやく改善ができるといったところから再開だね。謎のカードゲームが始まったんだよな。そう、今までのブラックマンデーは普通に NF で除去していたわけなんだけども、今回からディシジョンで完全に除去する方向になった。まずプレイヤーは5つ程度のディシジョン、これは手札となるカードであり、その効果をうまく使って、敵の出す不景気と経済衰退の数値、この場合2500を超えなければならない。ちょっと何言ってるかわかりませんね。見た方が早いから見ていてくれ。選んだカードによってこちら側の上昇する数値も違うし、赤い部分に経済的危機と書いてあるけども、これはカードゲームでいう属性、火は水に弱いみたいなもので、特定のタイプのカードを出せば、効果が 1.5 倍とかになったりする。相性とかはわかりにくいが、とりあえず赤い数字を緑の数字が超えるように、ディシジョンをポチっていけばいいんだな。まあ大抵は全部のディシジョンをポチれば9割程度勝てるようにはなっている。ただこれ、1回勝てばいいわけじゃなくて、10回ほど回さないといけない。間違って忘れたりすると、当然負けてブラックマンデーの効果がさらに悪くなるから、一番重要なのはディシジョンをポチり忘れないこと。あと、カードの種類にもよるけども、カードを使えば使うほど GDP に対する債務がどんどん増えていく。GDP に対しての債務が 200% になると債務不履行、おそらくとんでもないデバッグ食らうだろうから、単純計算で、10回カードゲームに勝たなきゃいけないから、1回につき 10% 前後で使用は抑えたい。なるほど、数値が上回ってさえいれば、別に手札を全て使い切る必要はないわけですね。しかしこのブラックマンデーカードゲームのせいで、序盤のドイツはすこぶる忙しくなりました。ただでさえ選挙中なのに、義勇軍の操作、カードゲームディシジョンの操作、その他序盤においておきたい情報機関操作など、やり忘れが一番心配されますね。なお中国は見事に南京軍閥が解体されてしまったので、親族的な勢力は消滅、強いて言えば新政府になるのか？法典は言わずもがな日本の影響下ですし、赤い色のサハ連中が、この後南京中心に沿岸部を抑える展開になります。と言ってる間にも選挙が終了、左派と極右が勢力を伸ばすものの、過半数を取った勢力はなく、政治の混乱はまだまだ続く。ただ初期からあったクソデバフ、3月から4月の政治力獲得量などの大幅ダウンは、やっと取り除かれることになり、内閣としてはひとまずシュライヒャー内閣が成立する。彼は軍人だが、労働者関係ともコネがあるようで赤い将軍などとも呼ばれているそうだ。左派か極右と手を組まないと過半数を確保できない今、シュライヒャー内閣は経済対策もしつつ、不安定な内閣を長続きさせないといけない。そこでシュライヒャーさんは内閣の不信任手続きの修正案を出してきまして、不信任を出すのはいいけど、後継者決定もセットで行ってくださいねというものに。なるほど、左派と極右がくたばれシュライヒャーと不信任を出したくても、これなら左派は当然左派の代表を、極右は当然極右の代表を推薦するから、そこが一致しない限りは不信任案が通りません。残念でしたってことか。しかし、他の党からの推薦をなんとかもらえばいいだけなので、あくまで時間を稼いだに過ぎない。このイベントが発生したことで、ついに経済、選挙系 NF を進めることができるぜ。で、ここからが実質的な政権選択ということになる。あまりにディシジョンが長すぎるので、2ページ分を1枚の絵として表示してるぞ。左が現在の議席。ピンク色の奴らが SPD を中心とする左派の連合で、逆に見えづらい灰色は、極右 DVLP を中心とした勢力だ。ここから両陣営は自分たちの推薦する人をトップとするため、他の党、LVP や中央党などに働きかけて、シュライヒャー内閣を倒そうとしてくる。逆にプレイヤー側は右の画面、ディシジョン政党を最大3つ程度選び、ターンごとにディフェンスするのが仕事だ。例えば、左派に政権を渡したいのであれば、極右が組みそうな DKP とか中央党派だとかを、徹底防御して逆に LVP あたりをノーディフェンスしておけば、左派がそのうち過半数の223議席を連立相手として確保するはず。なるほど、極右ならその逆というわけですか。あれ、じゃあシュライヒャーさんがどうにかこうにか守りきることも可能ってことですか。そいつは面白そうだ。中道左派はやめてシュライヒャー内閣をなんとか延命させるぞ。結局中道右派的なところに落ち着くのね隊長は。ただシュライヒャー内閣を維持するとなると、極右と左派、片方でも過半数根回しされたら、その時点で織田仏ということになるから、ディフェンスはより困難なものであるだろう。重要なのはやっぱり、比較的議席数の多いところを、彼らに持っていかれないことではないでしょうか。一応極右と左派、どっちの選挙が有利が望ましいで左派を選びましたので、どちらかといえば左派的な人たちの方をブロックしておかないと、あっという間に会長さんのお考えは粉みじんというわけですね。リベラルに好き勝手させないわよ。自動で3つの政治系 NF が完了し、左が経済、産業系の NF、右が選挙後の不信任をめぐっての NF ということになる。シュライヒャー内閣を維持するためには、素のディシジョンの力だけでは難しいだろうから、ここは NF の力を借りて、長い期間防御できるように努めるよ。最初の NF は高い城の男、なんか聞いたことのある言い回しだな。副最小の選択ということで、極右か左派か、むしろあえて誰も選ばないという選択肢が出てきた。例えば左派を選べば、左派連中からは何だいいところもあるじゃないかと、一定の不信任の動きを緩めてくれるかもしれないというイベントだ。当然左派で、左派に動かれたらあっという間な状況だからね。
プロイセンの首相と帝国宰相は同じ人物というのがドイツ帝国における傾向だったのですが、おおよそ先の大戦後からは別々の人がなっているそうです。いわゆる二重統治的な状態をシュライヒャーさんはふざけるなと批判しており、このイベントは自らを首相にすることでその状態を終わらせ、困難を乗り越えるか否かっていうものですね。効果が書いてないからわかりにくいんだっぴ。じゃあシュライヒャーさんなら下を選びたがるに決まってるよね。ということで古くからの伝統が帰ってきたことで、政治顧問関係に一定の変更がなされることになったようだ。なお、ブラックマンデーカード勝負に勝つ自信がない場合は、左側の経済、産業系ツリーなどを進めることでより強力なカードをデッキに組み込める。終盤になればなるほど、値が上がって勝利が難しくなりますので、ある程度は取っておいた方がデフォルトせず、確実かつ迅速な対応が可能にはなります。今回私たちはシュライヒャー内閣を維持だから、あまり取ってる余裕はないんだけどもな。なお、イベントによっては党の防御そのものができなくなるパターンがある。党の指導者が交代することで、シュライヒャーの影響から抜けちゃったとか、そんな感じの理由でな。そういうディシジョンによって手が出せなくなった場合は、NF に頼る時だ。例えばこれは、中央党は工作の対象にならないよう手を回す内容だ。まあ NF で抑えても、彼らに近いイデオロギーの党はくっついちゃう場合もあるが、それはこの際致し方ないものもあるとして、ここでさらなる別の問題が発生。経済政策でめっちゃお金使っているからか高インフレ状態に現在なっており、労働者たちが数百万人単位でゼネスト、賃金を上げろと州ごとの建設速度や、資源採掘効率などに大幅マイナス。黙って働いてください。いやいや、そういうわけにもいかんだろアリス。小鳥の俺にこれ以上ディシジョンを増やさないでくれって感じだけども、これは説明によると、シュライヒャー内閣的には後期らしい。ディシジョンでゼネストの暴れ具合をコントロール原則は当然抑えることができるわけだけども、ゼネストの暴れ具合を適度に食い止めることで、緊急事態宣言、私が権力を得ます。的な方向に持っていけるかもしれないとのことだ。暴れ具合は0から100、最初は50からスタートということになるので、まあ大体プラマイ20とか、25とか、そのくらいの範囲でコントロールすればいいわけか。なおゼネスト実行地域は建設速度を中心にものすごいことになりますので、この場合ラインランド西部などでの建設行為は基本避けるのが無難ですね。ある程度ルール闘争の弾圧を強化、すなわちディシジョンの量を増やしたい場合は、専用の国家方針をある程度早めに取得しませんと適度な量で維持しきれなくなります。といった具合にディシジョンだけでも3つの内容に気を張ってないといけないからな。とても初心者にはおすすめできないコントロールの難しさだが、ブラックマンデーからの脱却は以前よりもだいぶと早い印象だ。この困難な時期を乗り越えた後こそドイツ帝国の本領発揮というわけだね。さて KR において大国が頑張らないといけないこととしては、世界各国の中小国の内戦などに介入して自分たちにとって都合のいい政権、もしくは都合の悪そうな政権を排除しておくことで、第二次世界大戦の難易度というものがぐんと変わってくるのが特徴になる。 KR は基本非事実でプレイですから、特に中小国ほど動きとしてはどちらに将来味方しそうかわからない場合が多いですからね。シャムはドイツ領東アジアの資源地帯、マレーシアのすぐそばの国だ。ここでシャムが左傾化すると資源調達が一気にしんどくなる可能性ありなので、こういう場所ほど義勇軍を出してなんとか勝てそうなら勝っておくに越したことはない。 NF などは相変わらず左派系にすり寄って左派の増大を抑えつつ、シャムの内戦は思ったよりも早く王党派が勝利したぜ。代わりにインドシナ半島で内戦が起きていますけどもね。これに関してはイベントが出て直接介入を決めない限り、同盟国傀儡国なので義勇軍を送るということがドイツ帝国は残念ながらできない。まあやや余ってる野望くらいなら援助で出してやらないこともないが、ブラックマンデーカードゲームにおいて債務が溜まりすぎてヤバいという場合は、債務再編交渉から始まるツリーから債務の量を減らすことがある程度可能です。まあ取らずに済むならそれに越したことはないって感じだけど、カードの組み合わせが悪かったとしても焦る必要は NF 設計上そこまでないってことだね。で、ゲーム開始から1年弱、ディシジョンとイベントをここまでひたすらポチポチやってきた甲斐があり、最初に解決の見通しが立ったのがゼネスト運動。というのも、少し前にドイツ国内で一部地域が非中核州扱いになるほどゼネストが広がってしまったんだけども、それを強制的に抑え込んだらなんかルール闘争を排除できそうな状況に、と同時にシュライヒャー政治 NF も進められるようになり、国民統一戦線の結成などでどん底から奇跡の V 字回復を狙えそうだ。ブラックマンデーのせいで完全に止まっていたようだが、中央ヨーロッパ関税同盟が機能を回復するようになった。これはドイツ、オーストリアなどいわゆるドイツ寄りな勢力が、半年に一度俺たちは民需向上を増やしたい、いや軍需だ、消費財だと、国力に比例した投票権を持ち、その中から上位の議題を最後、ドイツがプレイヤーが選ぶという感じのものとなっている。欲しい産業的な恩恵に合わせて票を入れておくと都合のいい内政が組めるかもしれないってことですね。まあ最悪入れなくても AI たちがこれがいいと何かしら入れてくれるので、オール無視でもそこまで損する展開にはならないはずだぜ。期間も言って半年程度に一度だし、そう考えるとやっと落ち着いて内政ができそうだ。信任のブロック行為も当然終了しており、経済復興も1937年頭には大部分が戻っている。しかしここからはアジアではなく欧州が荒れ始める頃合いであり、 KR おなじみチキチキブルガリア、コナミジンバルカン戦争や
スペイン内戦、オーストリアとハンガリーの対立など、ここからはむしろ義勇軍捜査などで頑張って味方作りをしたいところ。さすがにオーストリアはハンガリーだけであれば周辺諸国でボコリ散らすので、負けるといったことは考えにくいですが、スペイン内戦やブルガリアは仮に援護しても間に合わない可能性もありますからね。なお政治力は日本ほどではないが、ドイツも能量的問題を持っており、そのために政治力を支払う必要性があるなど、政治力獲得量は今の与党権威的民主主義が伸ばしてきているので、量としては多いがまだまだ消費も多い。マックスパワーで内政にというわけにはもう数ヶ月は難しいだろうな。なお議題は言わずもがな消費財がおそらく一番効果としては高いと思われる。工場をもらう選択肢もあるが、最初はもらえるのが高が一個、弱小国なら万歳だが、ドイツくらい民需があるなら消費財の方が建設の足しになりやすいぜ。直接援護の選択肢を取れなかったインドシナ半島は左派政権の手に落ちてしまうなど、シャムを除けば東アジアは左傾化が進む展開となっていた。勝利に導くのも実際プレイしたからきついのは承知の上だが、ブルガリアには虎の子の戦車師団まで送って領土縮小を阻んでいく。よくある帝国協定の崩壊パターンの一つに、オーハンがイタリアとロシアでヘロついてる間に勢力を伸ばしたセルビアとルーマニアが来てどえらい目に遭うって可能性を少しでも抑えられるのだとしたら、ここで勝利しておけばドイツ的には後々楽になる可能性が高し、そういう意味ではフラコミの背後をつけるスペインも重要ですし、ここからは細かいところで勝利をし、いよいよ第二次世界大戦へと向かっていきたいところですが、本日はここでお時間です。でもドイツを先にプレイした感想を言ってしまうのであれば、最初の操作量さえ超えてしまえば、あとは比較的無双だからね。次回は必ず大規模戦闘を見せるんだぜ。